あるところに、ズンダモン、という王子様がいました。ズンダモンは女の子とエッチなことをするのが、大好きでした。お城の中には、ズンダモンのために用意された、性奴隷が、たくさん暮らしていました。どの女の子も可愛くて、従順で、感じやすい、いい子たちばかりです。その日もズンダモンは、今日のお相手を選ぼうと思って、奴隷たちを部屋に呼びつけました。あれ？メタンちゃんがいないのだ。ズンダモン様、申し訳ございません。メタンは熱を出し、寝込んでおります。メタン、というのは一番年長の奴隷で、ズンダモンのお母さんくらいの年齢でした。ズンダモンには幼い頃からお母さんがおらず、メタンはその代わりとして、よく、甘えんぼバブバブプレイをさせてくれたのでした。ズンダモンはメタンが休んでいるという奴隷の部屋へ赴きました。その部屋はとても狭くて、ボロくて、日の当たらない暗い部屋でした。ズンダモンの暮らす豪華な部屋とは全然違いました。奴隷たちはこんな部屋で暮らしていたのだ。ズンダモンは心が痛みました。メタンちゃん、具合はどうなのだ？ゲホゲホ、王子様。お務めを果たすことができず、申し訳ございません。ゲホゲホ、ゲホゲホゲホ。メタンはとても弱っていました。ズンダモンはメタンを医者に見せたいと思いました。しかし、奴隷の身分の人間を医者に見せるなんて、この国の常識では考えられないことでした。当然、王様であるお父さんが許しませんでした。奴隷は便器と同じで、人間ではない。そう言って、薬を与えることも、栄養のあるものを食べさせることも、決して許しませんでした。ズンダモンにできることは、せいぜい、水を汲んできて、飲ませることくらいでした。王子様、私はもう助かりません。出過ぎたことだとはわかっていますが、最後に、一つだけ、お願いを聞いてほしいのです。私は13歳で、唯一の肉親である母親に売られ、このお城に来ました。その母親に、この、手紙を届けてほしいのです。どうかお願いいたします。ゲホゲホ、ゲホゲホ。わかったのだ。必ず届けるのだ。ありがとうございます。2つ目のお願いは、つむぎちゃんのことです。あの子は、実は、私と王子様の。ちょっと待つのだ。お前はさっき、お願いは1つだけだと言ったのだ。便器の分際で調子に乗るな、なのだ。王子様は何かを伝えようとしていた、メタンの言葉を遮り、ぐっと首を絞めて、殺してしまいました。そして、メタンから託された、母親への手紙も、破って捨ててしまいました。くそったれ、気分が悪いのだ。酒を飲むのだ。ズンダモンはその日から、お酒を飲むようになりました。そして、女の子の奴隷たちを、殴るようになりました。女なんてものは、所詮は便器なのだ。そして僕は、便器以下の存在なのだ。数年後、お父さんが亡くなり、ズンダモンは王様になりました。ズンダモンはますます酒に溺れ、国は荒れ果てていきました。その結果、ズンダモン王政は半年と持たずに崩壊し、ズンダモンは民主化と奴隷制度の廃止を求める革命勢力に拘束され、大衆の前でギロチン処刑されたのでした。大衆は歓喜し、ズンダモンの首をみんなで蹴り飛ばし合い、新しい時代の幕開けを祝ったそうです。おしまい。